キングプリンスの高橋海人さんが耳の怪我で休養中の永瀬廉さんに代わり、6月5日に放送されたラジオ番組キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンに出演しました。番組内では永瀬さんの怪我の経緯について説明がありました。また元キンプリメンバーで現在はナンバーアイとして活動する岸優太さんについても言及され、ファンの間で大きな話題となっています。番組の冒頭で高橋海人さんは次のように切り出しました。 SNS やネットニュースで皆さんご存知かと思いますが、僕の相方である永瀬廉さんが怪我をしてしまいまして、今週はピンチヒッターとして僕高橋海人がラジオガーデン通称にわらじを担当させていただきます。よろしくお願いいたしますと説明しました。5月29日と30日に京セラドーム大阪で開催されたスタートエンターテインメントの合同公演イーヤーレッツゲットザパーティースタートに永瀬さんは耳の怪我のため急遽欠席することになり、高橋さんが一人で出演しました。永瀬さんはめまいの症状が見られたため検査を受けたところ、耳内に傷が見つかり手術を受けることになりました。現在は2週間の休養中です。永瀬さんの怪我について、一部報道ではスタッフが持っていた道具が耳に刺さってしまったというショッキングな内容が伝えられました。しかしその後永瀬さんが会員制ブログを更新し、怪我は自身の責任であり自身からの発信を信じてほしいといった内容を綴っていました。そんな永瀬さんの怪我について高橋さんは次のように振り返りました。本番前の準備をしている時に急に怪我をしてしまいまして、大丈夫か大丈夫かと僕が焦ってしまいました。逆に角の方が落ち着いているような状況でした。一人でライブに出演することになった高橋さんは当時の心境について、正直ドキドキでした、先輩方がすごく優しくて助かりましたと明かしました。同じ楽屋だったウエストからは、俺らにできることなんかあるかと声をかけられましたが、その時は頭が回らずマジでないですと言ってしまったそうです。この反応にウエストはショックを受けていたとのことで、それをスーパーエイトの大倉忠義さんから聞かされたと笑いを交えて語っていました。永瀬さんの怪我を受けて先輩後輩関係なくファミリーのみんなが連大丈夫かって心配してくれましたと高橋さんは語りました。本番中も支えてくれて本当に素敵なファミリーだなと思いました。何かがあったらみんなで支えバックアップしてくれる、盛り上げてくれる、これがこの事務所ならではだなと思いましたとスタート者の絆にも言及しました。高橋さんがラジオガーデンに出演するのは2023年8月以来のことです。同年5月にキンプリを脱退した岸優太さんとのサプライズ共演が実現し、ファンからは歓喜の声が殺到しました。2023年8月のラジオガーデンの冒頭では永瀬さんと高橋さんがトークを展開していましたが、永瀬さんがトイレのために中座しました。高橋さんがなんとか一人でトークをつないでいると突然えっと声を上げ、永瀬さんの高らかな笑い声が響き渡りました。さらに高橋さんはえっ待ってどういうこと岸くんじゃんと大混乱。その中ご無沙汰しておりますと岸さんがサプライズで登場しました。今回高橋さんはこの10ヶ月前のサプライズ共演を改めて振り返りました。2人のサプライズ共演は永瀬さんが裏で演出していたものでしたが、ラジオの収録前日に高橋さんと岸さんがスタジオで偶然会ってしまいました。岸くんの方から明日よろしくねみたいに言われて、あ、岸くん出るの俺も出るんだよみたいな感じで、これまずいやつだってと高橋さんは当時の岸さんとのやり取りを振り返りました。続けて2人でこれは黙っていきますかって話して、角が用意してるサプライズだから気を悪くしてはいけないって2人で黙っていこうと約束したんですけど、岸くんがいざ本番になるといたずらっ子なんで角にそれを言っちゃって、そこから角の顔がずっと真っ赤でしたね。トマトみたいな顔でずっとやってましたと永瀬さんの反応にも改めて言及しました。高橋さんのトークに対して SNS には次のような声が寄せられました。あの時の話もしてくれて2人も楽しかったんだなぁと感じました。いたずらっ子の岸くんがぴょんぴょん飛び跳ねて喜ぶ姿やトマト食のれんくん、ニコニコの海ちゃんも想像できて、
カイジンくんがキンプリを守ってくれているので、レンくんは安心して休養してね。騎士くんとラジオに出た時のエピソードをまた話してくれて嬉しいです。レンくんの怪我が早く良くなりますように。レンくんとの絆の強さを確認できたし、カイジンくんも強くなったなと思いました。騎士くんのエピソードも出してくれてありがとう。去年のニワラジのドッキリを思い出しました。高橋さんの言葉からはスタート社内のファミリー感がにじみ出ていましたね。旧ジャニーズ事務所が崩壊しスタート社体制が始動しましたが、キンプリを含めて専属マネジメント契約ではなくエージェント契約を結ぶグループやタレントもいるため、旧ジャニーズ時代のファミリー感が薄れているという声もありました。それでもタレント同士がしっかりと支え合っていることが伺えました。永瀬さんのピンチヒッターとして高橋さんが出演したラジオではキンプリを離れた岸さんの名前も出され、キンプリが2人になったとしても5人のキンプリ時代を決して消さず大切に思っていることが伝わってきました。キンプリは5月25日放送のイズミュージックに出演しました。 MC の有働由美子さんからナンバーアイのパフォーマンスを見ることはと問われると、高橋さんは大好きな兄貴分という感じなので毎回楽しく見ていますと答え、永瀬さんもかっこいいよねデビュー曲のゴートもと笑顔で答えていました。キンプリがデビュー6周年を迎えた5月23日には公式インスタグラムのストーリーズに過去も今も未来も含めてキング&プリンスであること、そしてその全てに関わってくれた人に感謝の思いを再確認する一日となりましたというスタッフのメッセージがアップされました。目指す方向に相違があり、高橋さんと永瀬さん、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸さんの2人と3人に分かれてしまいましたが、今も5人がそしてキンプリを支えるスタッフも含めてファミリーであることに変わりはないのではないでしょうか。2人で支え合うキンプリ、そしてナンバーアイはお互いに切磋琢磨してそれぞれが高みを目指していくのだろうと考えられます。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。